上田市のノイバイパスは、長野県の上田市から、萩品郡坂木町、選挙区市を経て、長野市に至る、計画中の国道18号バイパスである。国土交通省資料では、上田坂木バイパス、坂木公職バイパス、公職拡幅という3つの事業区間を合わせて、上田市のノイバイパスとされている。ルートは、国道号道や、上信越自動車道と並行しており、 原道との接続部を除き選挙区側を挟んで、対岸側に位置する。バイパス上に位置する、道の駅、上田道と川の駅上田榊バイパスは、上田バイパス接続部から、上田大橋にて千曲川の南岸に至り、松本市方面へ向かう、国道143号と分岐した後に、岩花付近を通過して、小網交差点に至る。主要構造物は、岩花トンネルと、 繁華トンネルで沿線には道の駅上田道と川の駅など1991年度に事業化し翌92年度には用地取得に着手2000年2月に最初の開通区間として上田大橋を含む L イコール 1.6km 区間を共用したのを川切りに 2004年2月には国道143号から主要地方道長野、上田線までの L イコール 0.6km 区間が2007年3月22日には岩花トンネルを含む上田市、小泉地内の L イコール 0.7km 区間が開通し、この内取り付け道路部分を除けば、この時点で上田坂木バイパスとして L イコール 2.6km 区間が強用された。 続いて2010年3月14日午後3時には、繁華トンネルを含む上田市小泉萩品郡、坂木町南城間が開通。これにより、当該バイパスは、上田市から坂木町のネズミ橋方面と接続する小網交差点までの全線が開通となり、沿線には、同年4月1日付で道の駅も設置された。いずれの区間も、暫定2車線で、 整備されており、将来的に4車線化の構想はあるものの現在のところ拡幅事業は進められていない。坂木公職バイパスは、上田坂木バイパスとの接続部から、宿間市まで至る計画で、延長1 9トルと上田市のノイバイパスの多くを占める。途中で西高原や安住野市方面に至る国道403号と、接続。 現在は一部区間を除いて整備中ないし、調査中段階だが、全線開通後は、国道18号の大規模バイパスとして、走行性向上に資するとともに、上田市や坂木町方面から、長野自動車道、オバステスマートインターチェンジへのアクセス路として、活用されることも期待されている。1997年度に事業着手し、これまでに、八幡ポー交差点から春田、 小学校東交差点までの区間が2005年に、八幡城町交差点から、八幡田坊交差点までの区間が2008年にそれぞれ暫定に車線で開通している。現在は、千曲市東海山より、長野市篠野石尾崎までの区間が、坂木公職バイパスとして、また上田坂木バイパスと接続する坂木町南城から、主要地方道長野上田線、力石バイパスと接続する。 同町上5名までの区間が、坂木公職バイパスとして、事業中である。いずれも、用地取得段階であり、共用までに、相当の時間を要することが見込まれるほか、残る坂木町上5名から八幡城町交差点に、至る部分と長野市篠野井潮崎から千曲川を、渡って選挙区市街地に至る区間については、調査中区間となっており、全線での共用開始時期については、 不透明な状況である。当該バイパスは高速道路へのアクセス路も兼ねる。写真は、長野自動車道、高速インターチェンジ高速拡幅は、1 9 8八年に着工し1九9四年三月の、上信越自動車道の須坂長野東インターチェンジ、薄い軽井沢インターチェンジ間と同時に開通した、上田市のロイバイパスの中では一番北に位置する、区間である。 ルート上には、長野自動車道公職インターチェンジがある。篠野井バイパスと混同されやすい区間だが、正確には、上田篠野井バイパスの一部である。起点の合わすけ北交差点から南西に伸びる市道を、拡幅すると同時に、選挙区境付近に新橋を建設し、国道403号に接続することによって、坂城公職バイパスと連結させる構想もあるが、 国土交通省が2015年に公表している事業評価資料によれば調査中区間扱使いながらも榊高職バイパスは栗リ橋の北側に架橋して八代交差点に至るルートが示されている。また、選挙区市の都市計画道路図では両交差点の中間に位置する新明町交差点と接続するルートとなっている。いずれの場合でも、 指導の活用は愚か当該拡幅事業区間のうち、合わすけ北交差点から数百メートル区間について、国道18号上電子のノイバイパス群から外れることとなり、その場合は指導へ指定前される。2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。